はい、お疲れ様です。今回の動画はですね、タモ枠のね、紹介をさせていただこうかなと思います。タモ枠の紹介もね、結構以前にもね、させていただいたことあるんですけど、今回の動画ね、初めてご視聴される方もね、おられると思いますんで、新たにね、紹介させていただこうかなと思います。今日ね、紹介させていただきますのはね、5つあります。5つのうちね、2つはね、普段動画でもね、使ってますんでね、普段からね、ご視聴していただいてる方はね、ご存知の方も多いと思いますけど、あとの3つに関してはね、普段使ってませんので、動画でね、流れてないと思いますんでね、まあ、その中で最後の1つに関しましては、結構使われてる方ね、多いんですけど、僕自身ね、だいぶ前に購入してね、皿の状態でね、そのまま置いてあるやつがありますんで、それをね、紹介していこうかなと思います。で、そのついでにですね、その枠についてる網なんかのね、お話もね、紹介させていただこうかなと思いますんで、ぜひね、少し長くなるかもわかりませんけど、5つありますんでね、まあ最後までね、ご視聴していただければなと思います。はい、そうしましたらね、早速1つ目からね、紹介させていただこうかなと思います。はい、まず1つ目がですね、動画でもね、常に使ってますんで、これですね、この枠になります。これはね、素材がですね、竹の根ですね、竹の根の、竹枠になっております。サイズがですね、センチで言いますと、40センチで製作していただいたものになりますね、これ。これもね、かなりもう使ってますんでね、結構劣化もしてきてね、初めの状態よりも若干、ちょっとね、色も、薄くなってきてるかなっていうふうには思うんですけど、まあまあ、まだまだね、使っていきますんで、これはね、一番のお気に入りということでね、今使わせていただいております。これについてる網がですね、手すきの網になりまして、これもね、結構針もちゃんとありますんでね、かなり使いやすくて、色もね、紫ということでね、結構気に入って使っております。この網もね、ずっと使ってますんで、かなりね、劣化なんかもしてきてますんで、またね、どっかのタイミングで張り替えなんかもね、していこうかなと思います。色もね、紫ということで、結構気に入ってね、使ってますんで、これはね、レギュラー仕様ということでね、普段から使っておる一つ目になります。そしたらね、順番に2つ目紹介させていただこうかなと思います。はい、そしたらね、2つ目になります。2つ目、これね、前に、動画でもね、使いましたんで、これはね、64チタンのね、サイズがですね、30センチのね、枠になっております。64チタンのね、タモ枠30。結構やっぱりね、サイズ感から見ても、だいぶちっちゃくね、感じると思うんですけど、これはこれで、ね、落としますとね、ちっちゃく感じますんで、すくうのね、結構、難儀する時もね、やっぱり出てきますけど、それはそれでね、ゲーム性ということでね、使わせていただいております。で、この30センチっていう枠なんでね、魚、同じね、サイズの魚を、例えば40センチのね、枠とすくってもね、30ですくうとね、魚が大きく見えるというね、メリットなんかな。まあ、そんなこともね、ありながら、これもね、ちょこちょこ使ってますね。30センチのね、64チタンの、枠になります。これについてる網ですね。タモ網。これもね、かなりコスパが良くてね、動画でもね、ちょこ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 ね、紹介してるんですけど、皿のやつがね、一つありますんで、これですね。プロマリンのやつなんですよ。これもね、1000円しない、800円、900円ぐらいでね、購入できますんで、かなりね、コスパいいですよね。安いです。とりあえず、つけとこうか、というような感じで使いますんでね、これにもね、つけておるんですけど、まあまあ全然使い勝手もいいんでね、コスパもいいんで、これをね今つけております。まず2つ目ということでね、64チタンのタモ枠になります。これはこれで面白いです。はい、そうしましたらですね、3つ目いきますね。3つ目、こちらですね、最近使われてる方多いですよね。八角のタモ枠になります。八角ですね。結構最近ね、皆さん関東でも関西でもね、使われてる方多いかなと思いますね。
なかなか珍しいというか、もう今ではね結構皆さん使われてますんでね、八角の多毛枠、これね八角なんですけど、サイズがですね36の枠と同じですね、36センチ枠になっております。ちなみにこれにつけてるね網もね、先ほどよし紹介しました、これねプロマリーのね網、これの36センチ用ということでね、八角の枠にもこれをねとりあえずつけております。とりあえずね、まあそういう意味でねめちゃくちゃねこの網とりあえずつけとこうかというところでね結構使うんですけど、まあこれにもとりあえずつけてますね、八角の多毛枠になります。これねほとんどね使ってはないんですけど、家にねこう壁にね飾って置いてる多毛枠になりますね。結構今皆さん使われてますんで、これもねどうなんすかね、ルアーフィッシングされる方とかはねこれなかなか使ってる方いはらへんすよね。だからそういう意味でねルアー釣りなんかねされる方なんかもね八角の枠使ってるとね、結構みんなと差別化できるん違うかなと思います。結構ヘチとかねチヌーでまあまあ落とし込みヘチで使われてる方ね今は多いんで、ルアーフィッシングでされてる方なんかもね結構面白いんじゃないかなと思いますね。そういう意味では珍しい部類のね多毛枠になっております。サイズは36センチですね。こちら3つね紹介させていただきましたけど、残り2つはね普段動画で使ってないんでね、皆さん知らない方も多いと思うんですけど、知らない方ってその枠自体はねありますんでね使ってる方もおるんですけど、ちょっとね手入れてるやつとかありますし、ね、動画ではね僕使ってない枠、最後に1つねまた紹介していこうかなと思います。そうしましたらね普段使ってない、2つこれからね紹介していこうかなと思います。まずね、全体的には4つ目の枠ですね。はい、4つ目の枠がねこちら白枠のね多毛枠になります。これ普段使ってないからね、あの動画で見たことない方も多いと思うんですけど、これ元はですね、オーランドです。オーランドの多毛枠40センチのねオーランド、これでだいぶ昔ですねオーランドのね枠使ってたんですよ。結構ね劣化してきますんでね、そういう意味でねまあ保護目的でもありまして、でまあ普段ね一緒に行ってます近藤さんにお願いしましてね、ちょっとなんかサクッとない色で塗ってよということでね、白なかなかいてないですよね、白枠になります。白枠の中にね、ちょこちょこっと、ゴールドでねちょっと入れてもらいまして作ってもらったやつですね。まあこれ普段使ってないんでね動画では、使ってないんで、見てない方ね多いと思いますけど、オーランドのね40センチの多毛枠になります。オーランドの枠自体はね、今でもね全然購入できますんでね、まあ木製のね多毛枠をとりあえずちょっと使ってみようかなとか思われる方にはねすごい非常に、そんなにね値段もそこまでしなかったん違うかな、もう忘れましたけどね、まあ今でもね購入できますんで、木枠をねちょっと使ってみたいなと思われる方にはねいいかなと思います。まあこうやってね全体的にもちょこちょこっとね色を入れてもらいながら今ね作ってもらって、普段使ってないですけどね、これも壁にねかけて置いてある多毛枠になります。網はね近藤さんがねもうついでにつけてくれましたんで、オーランドのね多毛枠についてる網、この網ね手軽に交換できないんですよね、もうつけられたあるやつで枠外せないんでね網通せないんで、網をね変えてつけようかなと思ったらもう一回ね全部ついてるやつ外してしまって、もう切ってね全部固定されてますんでね全部切って外してしまって新たに網をつけないといけませんので、ちょっと手間かかるんですけど、まあ網が劣化したりなんかしたらね交換するときにまたね縫い直してまたね違う網をねつけれるというような感じですね。結構手間ですけどね縫い付けて、つけないといけませんので、まあそういう意味ではね結構人と違うね網なんかをつけてると、差別化ねこれもできるかなと思いますんで、そしたらね最後一つ、これね使われてる方ね
まあまあいてると思うんですよね。まあまあいてる。これも以前、そうですね、何年か前にね、結構使われてる方多くて、まあそんな時にね、購入はしてたんですけど、ずーっとね、まあ皆さん使ってるやつやしなと思いながらね、もう皿の状態でずっと置いてあるやつがありまして、それをね、一つね、最後に紹介していこうかなと思います。紹介する時にね、これも使ってない網がありますんで、この網ね、使ってる人もね、そんなにおらんの違うかなっていう網になりますんでね、少しね、この最後の枠に、関しましてはね、ちょっと紹介も入れながらね、お話しさせていただこうかなと思いますんで、お願いします。そしたらね、早速最後のね、枠を紹介していきます。そうしました。最後の枠がですね、こちらになります。これご存知の方ね、結構おると思うんですけど、タカ産業さんのね、枠になっております。タカ産業さんの、カーボンフレームですね。カーボンフレーム、もう皿の状態です。まだここのね、これすら開けてないんでね、皿のままね、ずっと置いてあるやつになります。まあこれがね、販売されてるね、皿の状態になりますんで、このままですね、網もね、付属で入ってますんで、まあ早速ね、開けていこうかなと思います。はい、今開けましたんでね、これがね、枠だけの状態ですね。こうですね、36センチになります。まあ、こっち側にね、カーボンの、ちょっと色目なんかもありながら、根元にかけてね、ちょっと太くなるんですよね、ここ。こんな感じですね。こうやったら分かりやすいかな。こんな感じですね。まあ、すごいね、軽いんですよ。めちゃくちゃ軽い。すごい軽いですよ。まあまあ、今ある中で一番軽いに違うかなっていうぐらいね、やっぱりカーボンフレームになりますんで、めちゃめちゃ軽いですね。これね、使ってる方ね、ほんまに多いんですよ。今でも使ってる人多いっすよね。結構使われてる方結構見ますんで、使ってる方おると思うんですけど、ただね、販売がね、されてるんかな、もう今どうなんやろ。店舗でね、あるとこにはあるんすかね。近辺のところね、なんか昔はね、よう見たんですけど、今ね、全然見なくなって、あ、最近売ってないんかなと思ってね。で、まあちょっと気になって、今回ね、このタムワーク紹介するときに、あ、そうやせやと思って、これもね、ちょっと紹介しとこうと思いまして、最近ね、販売されてるところ、ありましたらね、ちょっと教えてもらいたいぐらいですね。ちょっと見なくなったんで、メーカーさん自身もね、これ販売されてんのかな、どうなんですかね。タカ産業さんのね、このカーボンフレーム結構販売したら売れると思うんですけどね。これまた違うデザインのやつがね、出てるんかなっていうふうに思いますね。ちょっと、オーバルのね、やつなんかは、あるんかな。この丸のね、タイプのやつが最近見ないんで、あるとこにはね、あるんかな、どうなんかなっていうところで、ちょっと気になります。もしね、近所で売ってますよというね、コメントありましたらね、ぜひぜひ教えていただきたいなと思います。結構手に入らん。欲しくてもね、ちょっと売ってなくて、手に入らんなと思ってる人おられるかもわかりませんのでね、もし、情報ありましたらね、教えていただきたいなと思います。で、これと一緒にね、入ってます網もついてるんですよ。網、ナイロンの網ですね。この通すところはね、ブラックの色になってます。ブラックにね、ちょ見えるかな、ブラックにね、なってまして、こういう感じですね。白なんで分かりにくいですけど、まあ、網もね、初めからついてますんでね、こうすぐに使えるというところでもね、すごいいいっすよね。これね、網もついてまして、ほんで値段がね、そこまでしなかったと思うんですよね。そんなにね、べらぼうな値段設定ではなかったと思います。まだ比較的ね、購入しやすいぐらいの値段でね、販売してたと思いますんで、ぜひね、これあったらね、ちょっと使ってみてもいいん違うかなっていう感じぐらいね、軽くて、めちゃくちゃ持ち重りもしないんでね、いい枠やなと思うんですけど、僕ね、皿の状態で使ってなく、ずっと置いてましたんで、またどっかのタイミングでね、使おうかなと思いまして、ちょっとね、荷物整理してましたら出てきましたんでね、これ。で、今回ね、最後に何をこうね、ちょっとまた紹介しようかなと思うのがね、皆さん、網、タモワクにね、つける網
なんかね、結構こだわってつけてる方もおられますし、僕のね、一番初めに紹介した網もね、手すきの網で、まあこだわってね、紫の色というのもね、そういうちょっとしたこだわりがありましてね、網つけてるんですけど、皆さんね、網結構こだわってね、何か好みのやつとかありますでしょうか。まあそんな中でね、網って結構ね、人と違う、ポイントを作れる部分でもあると思うんでね、皆さんのこだわりなんかもありましたら、それもねコメントでありましたらね、また盛り上がるかなと思いますんで、まあでそんな中でね、先ほどから紹介してます、じゃあこれ、あ、そうそう、これ言いましたっけ、枠の大きさが36センチになりますね。さっきの、チタンが30やったんで、それよりも若干大きいぐらいのね感じになりますんで、ちょっと合わせてみましょうか。さっきのね、チタンが30になりますんでね、ちょっと合わせてみますか。ちょっと大きくなるんですよね、若干。こんな感じですね、差は若干36センチ。やっぱりこうやって合わすとね、ちょっと大きくなりますけど、まあそれでもね、40にしたら、ちょっとちっちゃくなります。30でそう考えたら結構ちっちゃいですよね、30の枠で。この36のサイズ、これね、僕、まあ、普段ね、一番メインで使ってます、網40使ってるんですけど、この36っていうね、サイズ感、非常に使いやすいんですよ。これは、チヌとかね、まあまあ、そういうのに関してですけど、例えば、青物とかね、なってきたら、まだちょっと全然話変わってきますけど、チヌ釣り、ヘチ釣りしながらね、まあ、チヌをメインで、ね、釣ってる中ではね、この36っていう枠サイズ感、これ絶妙やと思うんですよ。めちゃくちゃ、サイズ感ですよね。40、まあまあ40でもね、全然問題ないんですけど、30やとね、やっぱりちっちゃいです。ちっちゃい。で、そんな中でね、この36の枠のサイズ感ってね、絶妙なサイズ感なんですよね。まあそういう意味でね、36で結構ね、僕も好きで、さっきね、紹介させてもらった、八角のね、枠も36になりますんでね。まあ、八角になるのか、円になるのかっていうところでね、差はありますけど、36のサイズ感、いいですよね。36でもっとね、種類いっぱい出てもいいん違うかなと思うんですけど、まあ、需要の問題もあると思うんでね。まあ、36の枠感。で、この高産業のね、カーボンフレーム。これね、ほんまに先ほども言いましたけど、売ってるとこね、ありましたら、ちょっとね、持っといても全然損はないかなっていうね、枠になりますんで、結構使ってる方もね、見ますんで、その中で、数多いね、枠の、タモ枠の中でね、違いをね、出せるのが網になってくると思いますんで、その網をね、紹介していきます。先ほどからね、言ってます、このプロマリンのね、コスパのいい網ですね。これ、まあ、とりあえずつけとこうかというところでね、36のサイズ設定もありますんでね、全然問題ないんですけど、そんな中でね、ちょっとね、あんまりつけてる人がいてないに違うかなと思う網がね、これです、これ。これ。あまり見ないに違いますかね、これ。つけてる人もね、中にはおると思うんですけど、あんまりね、どこにも売ってる感じじゃないに違うかなっていうふうに思うんですけど、どうですかね、結構売ってますか、これ。これもね、皿です。使ってないんですよ。これね。カラーがね、ブラウン。ブラウンですね。これ。こういうね、例えば網をね、まあこれもね、結構、これこそめちゃくちゃ安かったっすよ。これさっきのプロマリンのやつより安いっすから、これ。これ確か500円台やったんちゃいますかね。確かっすよ。まあそんな感じで、これもね、36のね、サイズ設定が、ありましたんでね、これも結構前にね、購入したまま使ってないんですけど、これをね、このカーボンフレーム、36センチのね、カーボンフレーム枠にね、ちょっとつけようかなと思いまして、これをね、持ってるんですけど、一回も使ってないっていうね、またどっかでね、つけましてね、動画なんかでもちょっとね、お見せできたらなと思いますんで、このね、網と、このカーボンフレーム、ね、最後に紹介させていただきました。
このカーボンフレームほんまにね、あるとこあったらね、もう一個ぐらい持っててもええかなって思うぐらいね、ええと思うんですよ、これ。どうすか？使ってる人結構いてるんでね。やっぱり使いやすい。めちゃくちゃ軽いっすよ、ほんまに。めちゃくちゃ軽い。はい、ということでね、今日はね、多毛枠の紹介、5つさせていただきました。枠のね、紹介であるとか、網の紹介であるとかね、以前にもさせてもらったことありますけど、今回ね、このタカ産業さんのね、カーボンフレーム枠、皿の状態でね、出てきましたんで、皆さん使われてる方もおられる枠になります。まあそんな感じでね、違うポイントであるとか、まあ網のね、こだわるポイントであったりとか、皆さんね、いろいろあるかなと思いますんでね、またコメントね、いろんなコメントいただきましたら、また盛り上がっていけるかなと思いますんで、ぜひね、皆さんよろしくお願いいたします。今回ね、そうしましたら、枠のね、紹介ということで、させていただきましたんで、ありがとうございます。